ポールポジションからスタートしますのはカーナンバー27番モモックスカートレーシング大宮健人、セカンドカーナンバー29番、先ほどは悔しい思いをしましたトレンタクワトロ名古屋白石正則、3番手31番ルーチェモータースポーツ財津龍斗、4番手11番ティームブルート大月素直、5番手24番シスルレーシング玉橋陸人、6番手48番春菜カートクラブ菊池明則、以上がトップ6です。以下7番手37番ルーチェモータースポーツ山下大輔、8番手9番 HRS ジャパン佐藤逸樹、9番手15番 K-TEC with ピーターパン藤原優太、10番手46番 HRS ジャパン山口太陽、11番手19番春菜カートクラブ近宗春太、12番手12番プロリスタモータースポーツ森田心、13番手13番ティームエマティ富田蓮、14番手50番タレンタクワトロ名古屋橋場かける、15番手36番フリーレーシングスタジオオスカーホー、16番手28番ピノレーシングカンソヨン、17番手30番モモックスカートレーシング池田和穂。さあ2コーナーのあたりでちょっと遅れてしまったマシンはありますか？カラーリング的に誰かちょっと遅れてしまってますね、1台ね、富田蓮ですね、富田蓮が遅れてしまっています。富田蓮のスターティンググリッドは13番手です。続いて18番グリッドカーナンバー33番ピノレーシングアン・ジュンヒ、19番手93番グレンブルーレーシングチーム深澤陸、そして20番手にエンジン交換をしました古谷優雅レーシングチームヒストリー、以上の20台です。白石、財津、その後ろには玉橋がいますね、その後ろに大月素直がいて、前に今シュッと出てきます。菊池明則までトップ6揃った形です。バックストレート、隊列はゆっくりと最終セクションへと向かっていきます。本日のラストレース、明日のプレファイナルに向かって12周、スタートは切られました。スタート、さあ大宮健人の鼻先を押さえていくか、白石正則トップに浮上、2コーナーもそのまま入っていきます。白石単独トップ、2番手大宮の後ろは針の列のようにふわっと広がりながら、さあ菊池明則も来ている、ヘアピンでのブレーキング、イン側とアウト側と、イン側から回ってきた大月素直が4番手、5番手はアウトサイドから大きく回ってきた佐藤一樹か、そしてタコツボからの立ち上がり、トップはと言いますと大宮健人、2番手白石、3番手に菊池つけてきます、4番手大月素直をつけてきます。財津龍斗は6番手にドロップをしていますね、7番手8番手あたりに、玉橋あたりつけております。ホームストレートオープニングラップ、7番手は山口、8番手に玉橋、トニーカードの2台が来ております。その後ろに富田蓮、山下大輔と続きまして、このあたりトップ10が今一段となっています。ウェアピンのところでは白石と大宮のバトルが起きています。大月素直は3番手に浮上、タコツボではどうなる、菊池明則飛び込んだ、3番手4番手入れ替わっていきます。菊池明則3番手に浮上、4番手に大月、5番手サイドバイサイド、イン側に財津、アウト側に佐藤、立ち上がりはそのまま、入れ替わりはありません。そしてその後ろには玉橋と山口、どっちが前だ、カーナンバー46番、山口が前です。この後ろに玉橋がついている。さあ山口がまず仕掛けていった、山口が1台前の佐藤に仕掛けていきまして、ワンポジションのアップ、山口6番手に浮上、そして2番手3番手争い、
ヘアピンのところ大宮のインサイド菊池飛び込みましたけれども大きくドロップ、おーなんか接触ギリギリのところで今度はタコツボ菊池明則3番手に浮上。さあその後ろがバトルのたびに団子になってまたほぐれていくという形になっています。長い一列がどんどんほぐれて、さあこの中で上がってきたのは富田蓮、富田蓮が上がってまいりました。7番手に浮上、トップ白石、2番手大宮、3番手菊池、4番手大月、5番手財津、6番手山口、ここまでが一段です。7番手に富田、8番手佐藤で、9番手に森田心が今上がったでしょうか。その後ろに玉橋陸斗、ヘアピンのところでは3番手4番手争い、トップ2が頭一つ逃げて3番手以降が菊池と、うわーその後ろ財津龍斗も入ってきて、高坪の立ち上がり菊池、財津、そしてイン側から山口太陽、そしてイン側には富田、アウト側に大月は振ったが戻ることはできません。富田の前に出たでしょうか。非常に緊迫感あふれる4番手以降の争いになっています。トップ2も接近中です。トップ2も接近中、4番手以降は長いです。その中で山口太陽がまず財津に仕掛けていきますが、ここを抑えたか。財津、山口、後ろから大月、うお富田、さらに佐藤、その後ろ横並びになって森田心に仕掛けていったのは山下大輔で、森田心、その後ろ玉橋と近宗と超接近戦になっています。4番手財津龍斗、この1周で抜け出してきました。5番手山口太陽も抜け出すかどうか。現在のところ5番手以降はすごい長い列、その中で後ろ3台だけがちょっと離れてバトルをしています。ホームストレート、トップ2白石と大宮、間隔は縮まってきた。3番手の菊池明則はトップ2を本間さんほど上回るペース、あっという間に追いついてきそう。4番手財津龍斗はファーステストをマークしています。5番手山口の後ろの、うわーこの列の中の真ん中あたり、フリーワイドから飛んでいくドライバーなくといったところでしたが、これは藤原先頭のバトルで、古谷優斗もまだこの辺のバトルからなかなか前には上がってこれないといった感じになっております。エンジン交換をした古谷優斗です。最終コーナーから立ち上がってきました。トップ6周終了、予選ヒートここで折り返し、トップ2は完全にテールトゥーノーズ、3番手菊池明則が近づいて3台一段となりました。トップの白石正則、大宮と菊池を迎え撃つような形になるんですが、速さ的にはこれ逃げ切る感じではありません。大宮タコツボで飛び込んでまいります。これはもう準備をして狙いすましてといった感じで前に出てきました。白石は無理に踏ん張ることはしませんでした。綺麗に抜かせて、改めてまだまだ周回数ありますバトルに入っていきます。菊池明則がだんだん近づいてくる、後ろから財津龍斗も近づいてくる。トップ集団は3台のままか4台になるか、それとも山口太陽、富田蓮、佐藤逸樹らが近づいてくるのか。さあ大宮健斗、ポールからスタートだったんですが、先ほどの7周目でポールトップに戻ってきたという形でリードをしておりますけれども、引き離していくことができあーっと、その後ろ若干インの目を通った白石の、さらにインのは菊池明則、こじ開けまして後ろに対して行くぞ行くぞという合図を送ってます。俺について来いというような感じです。ちゃんとこれでペースを上げられればそれで OK ですけれどもね、菊池明則ちゃんと仕事できるかどうか、行くぞ行くぞついてこいって言ったからには白石たちを引っ張っていかないといけないんですが、2コーナーでは詰められてます。さあ白石とその後ろ財津龍斗、さらには富田蓮も入ってきて、後ろヘアピンのところでは佐藤逸樹が山口太陽をかわすか、立ち上がって山口も踏ん張ってます。タコツボに向かって山口が前、さあそしてその後ろでは富田が動いた、富田が動いたけれどもどうだ、これは抜き切ることはできません。さあトップの大宮に対し菊池は食い下がってますが、3番手白石がちょっと離れ始めてしまいました。
口の後ろついていくことができていません。白石残り周回数は3周です。これで9周終了。トップの大宮ケントは先ほどセクター2で最速をマークしました。大宮ケントのペースは45秒7、しかし菊池はそれを上回る45秒6というタイムで周回をしています。さあそしてヘアピンのところでは富田蓮が前の財津に対して飛び込みまして、この辺りがまた激しくなってきました。近宗春田までの6台が万発となっています。富田を先行とした4番手争いです。バックストレートエンド、大宮はやはりセクター2が速いです。先ほどからセクター2で最速をマークし続けています大宮健人。菊池明則はこれでまた本間さんの差をどうするかという感じになってきたけど、でもね、全体でいうと菊池の方が速いんですよね。なので菊池じり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 と詰めながらワンチャンスをものにするというような展開になるんじゃないでしょうか。残り2周、さあヘアピンのところでは近宗春田が山口太陽を捕まえて飛び込みました。近宗ワンポジションのアップ8番手に浮上。さあトップ大宮、2番手菊池、予選では仕掛けないかなという感じ醸し出してきましたが、どうでしょう。3番手白石、4番手富田、5番手財津、ここもちょっと変わらないかなという感じですね。6番手以降です。ここは接近しています。6番手佐藤の後ろ、森田、近宗、山口、ここは入れ替わっていきそうだ。さあまず近宗が動いた。森田心に対して仕掛けていく。2コーナーから3コーナー横並びのまま立ち上がって、佐藤、近宗、近宗はそのままの勢いでヘアピンも入ってくる。そして後ろから大森田心がついていった。どうだ、近宗、佐藤、森田、そして山口という順になりました。さあトップは大宮、2番手菊池、差は縮まりましたが、これがファイナルラップ。3番手白石の後ろから富田がついていく。この辺りはどうだ、バックストレートエンド。3番手争いも接近しておりますが、入れ替わりはありません。その後ろ6番手近宗先頭で戻ってまいります。トップ大宮、2番手菊池、3番手白石、4番手富田、大津、近宗、佐藤、森田、山口、玉橋は10番手上がりました。古谷優雅は11番手で、山下、藤原、オスカー、池田、大月、橋場、安、菅、深沢と全車チェックを受けていっております。さあ以上 AC グループのシニアマックス、本日のラストの予選でした。